皆さんこんにちは、ペリオディスタ小澤です。皆さんこちらどこでしょうか。本日10月の21日土曜日、J1 の中でも優勝を、ね、決めていくような大事なゲームがこちら国立競技場で行われます。そうです、本日 J1 第30節のヴィッセル神戸と鹿島アントラーズの試合が行われる国立競技場、試合前に来ております。こちらの試合ですけれども、お一番、楽天スーパーマッチという冠で、楽天さんが主催でいろんな、試合前からブースが出ていて試作を打たれています。その中で私こういう T シャツを今日着ております。見えますか、こちらの T シャツですけれども、私も着用させていただいております。スポーツとともにもっといい未来へということで、A Better Future Together という、ABFT と、略して、楽天さんもいろんな形で発信されているんですけども、素晴らしいですね。まあ、野球であったりサッカーのチームクラブを持っている楽天さんが、やはりスポーツを通じて、まあ、未来を社会を良くしていこうというような、施策の一環で、今日は冠試合でこちらのビッグゲームを、ね、主催されてますので、私もいろんなブースにお邪魔をして、その具体的にどんなことをされているのかというところを経験体験していきたいと思います。試合の、ね、こう話はあまりないかもしれませんが、ぜひ皆さんいろんな取り組みで遊んでいきたいと思いますので、今日は皆さん私のリポートを聞いてください。試合前かなり、まだ早いんですけれども、もうたくさんのブースができていて、このようにたくさん両チームのサポーターの方たちがいらっしゃってます。そしてこちらがフォトブースの、コーナーになります。後ほど私も体験したいと思います。こういった形でフォトブースには楽天イーグルス野球の選手、ヴィッセル神戸のサッカー選手、そして台湾にも、野球チームがあると楽天モンキーズ、そしてやり投げの、竹本選手かな、そういった選手たちが、まあ、実際にこういう形でメッセージを、コメント、掲載されています。大迫選手ちょっと読んでみましょうか。サッカーを続けられる環境への感謝ということで、このような、コメントを掲載されております。ではフォトブースでの、ちょっとツーショット写真を撮りたいと思います。ちょっとどういう形でやるのかわからないので、いろいろ見ながらやりたいと思います。こちらのフォトブース、選手とのツーショット写真が撮れるということで、スタートピッ、そして同意をする、選択をしましょう、もっといい未来を実現するためのメッセージを選択しましょうということで、いろいろメッセージがありますね。どれにしようかな。まあ、一番分かりやすいようにというところで、これからもずっとスポーツを楽しめる世界を選びたいと思います。さあこれはちょっと悩みますね。ヴィッセル神戸の選手バーっといて、好きな選手たくさんいるんです。実はあ、ファンマタもいるからちょっと悩みますねが決めてたので、大迫選手行きたいと思います。そして撮影する、これはちょっとね、私がこういう今撮ってる形なのでちょっと外して撮りますね。そして、こういう形でダウンロードしていくということで、ダウンロード私も携帯でさせていただきます。はい、こちらでツーショット撮ってみました。大迫選手と私は撮りましたけれども、いろんな選手と撮りたかったですね。日本代表に選ばれた前川大也選手もいるし、バレンシア時代に一緒に、ね、こう取材をさせてもらったり、話を聞いたファンマタもいるし、いろんな選手がいる中で、今回私は大迫選手を選びましたけれども、このようにここからダウンロードして、こういう形で私の携帯に飛んでくるということで、これはちょっとなかなか記念になりますねということで、こちらのフォトブース、使ってみたら楽しかったと、たくさんの選手撮りたいなと思いました。以上フォトブースからの、リポートでした。先ほどホーム側でフォトブース撮ったんですけれども、アウェー側でも設置されておりますんで、ちょっと来てみました。今からちょっとこっちでも撮ってみようかなと思います。さあじゃあ2回目のアウェー側での、ツーショットを選手と撮りたいと思います。今回は選手もう決めております。先ほど同様に選んでいきますね。先ほどとはちょっとメッセージ変えますよ。さあ先ほど、これからもずっとスポーツを楽しめる世界をというメッセージを選びましたが、まあなんといっても私パパコーチ2人の男の子のパパをしておりますので、子どもたちの夢を応援するでいきましょう。さあそして
今回じゃ酒井豪徳選手なんかとも取りたいんですけどね、今回も決めております。なんといっても我がバレンシア時代に実際にインタビューもさせてもらったイニエスタが対談して悲しんでたんですけれども、ファンマタが来てくれましたのでマタを選びたいと思います。さあ、そして決定。じゃあこういう形で撮ります。さあ今撮り終わりました。ローディングしておりますので、ここからダウンロードします。こんな絵になってるか、どんな絵になってるかお楽しみに。ではフォトブースを体験されたお二人に来ていただきました。すいません、お忙しいところ。今日はどちらからいらっしゃったんですか？神戸から。さすがですね。お二人ともしっかりとユニフォームを身にまとってますけど、今日はどなたとツーショット撮られましたか？大迫選手。お二人とも大迫選手好きですか？大好きです。今日の試合ではどんな活躍期待してますか？得点かなって思います。で、勝って優勝したいですね、はい、で、今日はこういう形でスポーツとともにこうもっといい未来へという形で楽天さんが主催でこういろんなブースが出てるんですけど、またノエスタと雰囲気が違うと思うんですけど、実際体感されてどうですか？そうですね、まあ、新鮮でいいなって思いますけど。じゃあぜひ国立初めてですか？じゃあお二人でしっかり楽しまれて勝利を応援してください。ありがとうございます。グッズショップ選手がいます。先ほどツーショットを撮った大迫選手とバレンシア時代からしておりますファンマター、はい、スタジアム周りでの実際の飲食のブースでも環境配慮、したカップやね、こうフォークスプーンが使われているということで、実際に本当なのかというところをリサーチさせていただきたいと思います。あ、実際にありますね。こちらに環境配慮素材カップということで、ヴィッセル神戸の、まあ、ノエスタでも全てこういうカップを使用されているということですし、まあ、お箸、スプーン、それからフォークといった全てこのスポーツとともにもっといい未来へ、アベターフューチャートギャザーの冠ロゴが入りながら、全て環境に配慮したリサイクル可能な素材を使用しているということです。まあ、全店舗今日の試合に関係する飲食店はこちらを使用しているということです。はい、こちらスタジアム内のコンコースなんですけれども、今回は、しっかりとこのゴミ箱もですね 100% リサイクルボックスという形で、まあ、もちろん分別はもちろんなんですけれども、今回試合に関して出たゴミは全てリサイクルされるということで、まあ、そのあたりの取り組みもぜひ皆さんに知っていただきたいと思います。では今から VIP ラウンジに上がりたいと思います。こうやってエスカレーターで上がるんで、なかなか高級感あふれてますね。なんかドキドキしますね。楽しみです。さあ、やってきました。さて、ここからは VIP ラウンジの潜入となります。VIP ラウンジもちょっと体験させていただくということで、とてもワクワクしておりますけれども、実際にどういうラウンジになっているのか皆さんに紹介したいと思います。まだ試合2時間以上前ですけれども、まあ、一般まだ公開はされてないんで先に入れさせていただきました。まあ、こういう形でスポーツとともにもっといい未来へのロゴが入っております。正面もこちらアベターフューチャートギャザーのロゴがドカンとそれぞれ入っております。はい、まだお客さんが入ってくる前の、VIP ラウンジ内ですけども、スタッフの方々がそれぞれ準備をされていて、いろんな方々が入ってこられましたので、まあ、かなり広いですね。やはり新国立競技場でリニューアルされた国立ですので、私も初めて入りましたけれども、まあ、こういうところで飲食ができるという意味で、ね、ラグジュアリー感を楽しめるような空間、環境になっているなと改めて思います。先ほどのフォトブースであったように、各選手のコメントがこういう形で掲載されています。大迫選手、先ほどもちょっと紹介したかもしれませんが、サッカーを続けられる環境への感謝ということでこういったコメントが出ております。で、各選手こういう形でヴィッセル神戸の選手たちのコメント、ここは前川大也選手が
掲載されております。誰もが伸び伸びと個性を発揮できる未来へ。さあ、僕も大好きな、続いて酒井豪徳選手はどんなコメントなんでしょうか。相手を思いやり、寄り添う心の大切さということで、日本人選手と外国人選手の融合を求められるチームの中で、日本人だろうと外国人だろうとそんなことは関係なく、まずは寄り添うことを大切にしていますということで、まあ、さすが、ね、ドイツでもプレーされた酒井選手らしいコメントになっています。はい、こちら側は山口蛍選手、こういったコメントになっております。続いて武藤選手が掲載されております。新しいことに挑戦する人を後押しできる社会、ね、目指したいですね。さあ、菊池流穂選手は、諦めるという選択がない未来、なんか彼らしい力強いメッセージになってます。大学生の時から素晴らしい打点のヘディング、大学時代も見てますから、僕は流穂選手は非常に、ね、こう大学選抜なんかでも心の強さ、本当に諦めないようなハートを持った選手だなと思って、プロになることを期待しておりました。はい、まあ、今紹介してきたように、まあ、本当に、ね、この T シャツのロゴにある通り、スポーツと共にもっといい未来へというテーマに一貫性がある、本当にこの、ね、VIP ラウンジ内の作りにもなってるかなと思いますので、非常に素敵な空間ですね。まあ、こういうところで、まあ、もちろん、この、ね、メッセージをいちいち見て、飲食するわけではないかもしれませんが、こういうメッセージやこういう空間環境の中で、まあ、試合前試合後に、こうやっていろんな方々が、交流の場としてこの VIP ラウンジを使用するというのは非常にいいことだなと改めて感じました。では VIP ラウンジでいただける、楽天ファーム、そしてこちら見てください、ビーツ&トリプルベリーのスムージーを今からいただきたいと思います。スムージー大好きなんで楽しみにしてます。大事なのがオーガニックですから、健康的ですよというところですね。いただきます。あ、めっちゃ美味しい。外ずっと回ってて全然何も飲んでなかったので、めちゃめちゃ美味しいです。皆さんぜひ楽天ファームのこのオーガニックのスムージー楽しんでください。VIP ラウンジを出て試合を見に行く動線をちょっと紹介したいと思います。まあ、こういう形でこちらにもすぐに席、そして扉がありますので、はい、たった今試合が終わりました。結果は3対1ヴィッセル神戸が大勝快勝しました。バモース。これで J1 優勝に向けて大きなまた一歩をヴィッセル神戸としては踏み出すことができましたし、まあ、この快勝からして J1 優勝硬いんじゃないかなと内容的にも見て思いました。今日に関しては楽天スーパーマッチということで、楽天さんが全社を挙げて展開されているスポーツとともにもっといい未来へ、A Better Future Together ということで、まあ、スポーツを通じて社会や未来を良くしていこうという活動の中で、様々な催し物私も体験させていただき、非常にいい経験をさせていただきましたし、何より楽しかったです。この動画をきっかけに皆さんにとってもスポーツがより身近なものとなり、そしてより良き未来を作るために、まあ、スポーツと共に歩んでいくというような姿勢が、そして楽天のメッセージが皆さんの元に届くといいなというふうに思っております。ということで、今回は国立競技場から様々なレポートをお届けしました。ペリオディスタ小澤でした。また次の動画でお会いしましょう。アサラポロキシマ。